にゃん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 かっこいいでしょ。はい、なんかサングラスはかっこいいですけど、ちょっと猫さんがちょっと違和感を感じて。おい、サングラスは置いといて俺に失礼だよ。てかね、実はね、てかサングラスは送ってきてくれた人に失礼。これね、こちらのサングラスグダーって言うんですけど、前回前々回とかにインソールが事務所に送ってきていただいて、はい、いろんなものがね、時々お行為で送ってきていただくんです。そしたらですね、こちらのグダーのサングラスのアンバサダーをしてるという方からですね、なんとこちらのグダーのサングラスを2つ送っていただいたんです。YouTube を見ていただきましてありがとうございます。そうでね、実際これつけてるんですけど、まあね、僕まあ普段サングラスつけないじゃないですか。バカンさん知ってると思いますけども、はい、ね、あのでランニングしてるとこつけたとこ見たことないですよね。まあ、時々カンボジアの時に暑いからつけたりとかする時もありますけど、ほとんどつけないんですよね、はい、だけどね、これ普段これ送ってきていただいて、これ何がすごいかっていうのはランニング用のサングラスなんです。おしゃれじゃないですか。なんかめっちゃおしゃれですね。そう、こんなんで反射するやつこれ、はい、でね、お値段普通サングラスっていったらいくらぐらいします？1万から2万ぐらいです。するでしょ。高いところになると4万ぐらいとかするじゃないですか。このグダーのサングラス、だいたいお値段が4000円前後です。安いですね。安いでしょ。はい。で、おしゃれ。はい、だからね、これコスパ最強。でね、僕ね、何がね、あのランニングしてて、サングラスが嫌かっていうと、なんかズレとかがすごい気になっちゃうんですけど、これね、やっぱりね、今日みたいな天候のいい日につけたら、下にこう眩しくないし、すごい気持ちいいですね。だからね、今後のね、グラサンランナーとして、渡里哲也か猫ひろしかみたいな。てか、タチヒロシかっていう感じでね。とにかくね、グダー、覚えておいてください。グダーのサングラス、だいたい4000円前後で、コスパ最強なので、よかったらね、皆さんも気にしてみてください。じゃあね、ちょっとこれしながらね、今日明るいんで、ランニングしていきたいと思います。いいね。でね、2つ送っていただいたんですけど、もう一個どこにあるかなと思ったら、はい、お前つけてんじゃねえかよ。つけてまーす。しかも、炭治郎のコスプレで、なんか、いろいろガチャガチャしすぎだから。ガチャガチャしてますね。ちなみに、それはね、なんか、僕のために選んでくれたんですよ。はい、それなんか、ちょっと変わってるでしょ、これ。色が白でさ。はい、ちょっとそれを付け出して。はい、うわ、これ、撮ったら眩しいね。撮ったら眩しいですね。うん。で、これ実際ね。どうですか？なんだよ。なんだよ。なんか面白いっすね。これそう、なんかね、送ってきてくれた人がね、はい、なんか猫っぽいからってことで、これも送ってきてくれたんですよ。これも4000円前後らしいですよ。おー、安いですね。でもどう、これちょっとつけて、これ怪しい。怪しいっすね。あ、でも、どうこれ、でもいいっすね。さっきの黒の方がいい。いや、俺はこっちの方が好きっす。これでも目立たない。目立ちますよ、めっちゃ。これつけてね、やっぱこういう明るい日、暑い日とかね、実際に紫外線とかも避けるし、このグダーのサングラス、ぜひとも皆さん、ちょっと気にしてみてください。本日は猫ひろし、サングラスをかけた猫でした。ありがとうございました。にゃーにゃーにゃ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 に